おー、ナオスケです。スーパーマリオメーカー2オンライン対戦やっていきたいと思います。みんなでバトルマッチングをしています。しばらくお待ちください。新発。新発ですね。さあ、面白くそうなコースですよ。これ上が正解かな？その後どうなるやろうな、これ。赤コイン開通してる人もいるな。マリオ正解か？正解か。かっこ。行きましょうか。デフォルトコースですね。スタート、これはもうね、車取ってる暇ないですからね。早く行かんとも。お風呂フラワーの取り合いになるから、このお風呂は。わーんつって2回踏んであげたらもう構造来れません。っていういたずらありますからね。1回で行っちゃうとね、もう1人来ちゃうから危ないねんけど。2回踏んであげたらもう終わりです。ほい。で、かわしていって、ポコーントーントーン。なんやこれ、なんか構造が違うね。ほい。で、こっちから行っといて、当然のように、ありがとうございました！危ない！ブランコだ。ブランコ捨て、これはもう取ったやつの勝ちになっちゃうんかな？うわー、それは嫌やで。生ぐらい食らっとくか。プロペラください。うわー、やばい。欲しい。うわー、沈んだプロペラ。あの以上沈んだ。子猫ちゃんザビームぐるん。うわー、生ぐらいか、結局もう。どけどけどけ、うわー、終わっちゃった。記憶力だ。さあ、記憶力ですね。スタートを覚えていきましょう。ゴー！何これ、覚えていこう。ファースト、キノコ。キノコ、緑、キノコ。キノコ、緑、ピースイッチ、スター。キノコ、緑、ピースイッチ、スター、コイン。キノコ、緑、ピースイッチ、スター、コイン、トゲ。オッケー、行こう。まずはキノコから行きましょうか。俺誰？俺、青やな。さあ、キノコ出た。キノコ。キノコ、次、緑よ。緑、緑、緑、緑。緑。あー！こっち！よし、いけた。キノコ、緑、ピースイッチ、ピースイッチ。オッケー、ピースイッチ。次、スター。オッケー。で、その後、追いついてきた。コイン。よし。あと、トゲの一本。よし、一本。やった。よっしゃー、やりましたねー。俺としては、めちゃめちゃ嬉しいよね。ナイティ。ナイティコース、これ土管入っていくんでしょうね。まあ、泳げてしまうからそのまま行かれる可能性あるけどな。多分土管やと思うわ。行こう。さあ、行こう。フラワーズ。まあ、俺も取っとこうか、ここは。奪われたか。よし。チャンス見ていいでしょう。行きます。このまま行けば俺勝てるぞ。ゴー。で、鍵持っといて、どっちやろ、こっちかな。当たれ。あ、どうだ、当たれ。いや、まだわからんな。あれ、ボールジャンプ。ボールジャンプですねー。スタート、なんか難しそうだけど、キノコとかで関係してくるのかな？すげえ！上行きすぎたら、骨あったんや。あ、ゴールある。製作所の。やばい！製作所隠しゴール見つけてしまった。急ごう！おらな、お前の負けじゃ！サンドイッチスパイクサンド。サンドイッチスパイクサンドは、スタートさ、100秒しかないですよと連絡入りましたね。さあ、マリオが逃げていくが、まあ、ラグがあるから戦闘有利のラグと言います、これをね。ぜひメモ取っといてください。さあ、行きましょう。これを、この3馬身、4馬身の差をね、どう詰めるかなんですよね。ただ、ラグがあるから、マリオがね、何が出ても反応してしまうのよな。さあ、反応しませんでしたね。よっと！さあ！こう戦闘有利のラグという、プランなん、もう何が戦闘有利じゃ。スパイキーシップ。一回もダメージ受けないでゴールですね。だファイヤー取らん方がいいね、これね。大きくなっちゃうから。オッケー。取らん方が小さいからダメージ食らへんもんね。さあ、みんなそれに気づかず、ファイヤー取った方がいいという判断でしょうね。まあ、あれはまあ、配置的に絶対取ってまうねんけど。ゴール来い。ファイヤーバースタリスカイもあるからね。ここまでかな。つか、青いとあれやな。条件忘れてんねん。うわ、青いと条件忘れてる、ラッキー。条件忘れたらあかんやん。これどうやって行くんやろね。みんななんで食らってへんな、ルイーズとか。難しいと思うねんけど。ルイーズとかマリオな、どうやって行ってんの？無理やんな。あ、ヨッシーか。あ、ヨッシーってダメージ受けてないことなんの？ヨッシーなんで俺の時出えへんねん。俺の時も出してや。よいしょ。あ、これダメージ受けた判定やって。あ、じゃああかんや。さあ、どうだ？マリオ落ちろ！さあ、青いとギブアップ。どうやろう？まだチャンスあるね、これね。みんなやり直してるやろ、さすがに。結構むずいコースやからね。ルイージ帰ってこい。あれ？帰ってこうへんやと。ヨッシーも出えへんし、なんやこのステージは。
なんで俺の時ヨッシー出へんの？嫌われてるな俺多分。出へんもん。あ、そういうことか。これヨッシー置き去りにしてきたってことや。さあマリオとルイージ残念ながらあれやな、やり合って条件失ってるな。ほんならこんな感じ行くしかないってことか。まあええで、ゆっくり行こうぜ。さあマリオ後ろ復活しましたね。ほんでこれ回転ジャンプ行こうだよな。ほい、よしよし、おったチャンス、よしよしよし、でかいチャンス、よし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 。で、あ、バームクーヘン、バームヘン、何これ、ここか。一発もダメージ食らったらあかんからな。うわー、もうどうしようもない。真ん中かな。でもマリオとルイージ行け取ったもんな。さあもうカタカタカタできひんよ。来た、あ、なんか鳴ってる。あ、でも決着ついてるやん。で、あ、これあいつらやりやったんや、ラッキー。あ、この辺で食らったんや、すげえ幸運やな俺。あ、俺も食らったわ。手と手触れ合う瞬間に優しい風が頬を撫でてゆく。高鳴るこの鼓動の一瞬、永遠にできるのは記憶だけ。星空が月を浮かべている。海は憂い揺れて、やってやろうじゃねえな。白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく。愛に包まれてゆく。月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっとそばにいるよ。さあルイージなんか行けへんと勘違いしてんな。さあマリオもどっか行った。ルイージなんかヨッシー出へんからって勘違いしてんな。さあマリオも気絶、よし諦めんな、まだチャンスあるからね。でルイージもミスる可能性あるから、ほいマリオ食らった、よしよしよし。ルイージ何してんの、別にヨッシーなくてもいけんねこれ、ラッキー。もうワンチャンス俺に来ましたね、ありがとうよ。ほっで回転ジャンプでいけますからね。うわー、なんでやねん、そこマジがあかんか。間厳しいな、その判定は。間判定アウトかよ。ほい。ヨッシーは別になくていいんでね。ほい。そのまま回転ジャンプでいきます。ほっ。よし、ルイージの回転キャンセル。あ、いけたか。いけてもうたか。オッケー、ナイス。回転入れます。ふっ。よし、いけた。ヨッシー。さあ、スーパーリベンジタイム行きましょうか。ほい。諦めなかった。こことかもうヒップドロップでいいってことやんな。ヒープドロップで下まで下ろし込んで、オッケー、いいよ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 、下ろし込んだ、オッケー。で最後ちょっともうヨッシーいらんのちゃうかこれな。逆にこのヨッシーがあだとなった説、こうやな、ヨッシーいらん、もうゴールやろどうせ。え、違うん、あ、ゴールゴールゴール、トーントーン、やったー。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。